はいどうもこんにちは阿部哲也です前回の動画では 2×2 行列 AB に対して行列の積 AB を定義しましたこの動画ではその行列の積 AB がどのような性質を持つのかという問いに答えます特に実数の積と比較して似ている点似ていない点を明らかにしますまず実数の積の性質は次の5つです 一つ目の性質は交換法則。二つ目の性質は結合法則。三つ目の性質は分配法則。四つ目の性質は実数1の存在。で、最後の性質は逆数の存在です。準備が整ったので、最初の問いに答えましょう。まず、行列の積に関して、 1に対応する性質は成り立ちません。つまり、ある 2×2 行列 A、B が存在して、AB と BA が異なるようなものがあります。じゃあ、2はどうかというと、2だけじゃなくて、2から4の性質は対応するものが成り立ちます。で、最後の5はどうかというと、適切に修正すれば、 行列ののに関してもと類似の性質が成り立ちますまとめると交換法則が成り立たないという点を除くと行列の席は実数の席と類似した性質を持ちますつまり交換法則が成り立たないという点にさえ注意すれば行列の席は実数の席のように計算してよいということですでは具体例の計算をしましょう 2, 2行列1234二、右からこの行列をかけてみましょうつまりこれを考えますまず計算する前に最初は横線と縦線を引きましょうで定義に従って計算するとここは 1+0 ここは 3+0 ここは 1+2 ここは3す したがって、1、3、3、7という行列が得られます。ちなみに今回は、ここ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 という順番で計算をしましたけど、ここ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 という順番で計算しても構いません。同様に、行列の説明をするときに、今までは1、2、3、4という説明をしてましたけど、1、3、2、4と言っても構いません。 ちゃんと伝われば OK です。今度は1、2、3、4という行列に左からこの行列をかけましょう。つまりこれを計算しましょう。最初は線を引いて定義に従って計算するとこれは1たす3。で次は0たす3。そしてここは2たす4。ここは0たす4。従ってこれは 従ってこれとこれは異なります以上より行列を右からかけた場合と左からかけた場合は一般的には異なる行列が得られるということが分かりましたもちろんながら右からかけても左からかけても常に同じ結果となることがあります例えばこれを計算してみましょう計算するために横線と縦線を引いておきましょう 定義に従って計算すると、これは、1、3、2、4。こうなります。こちらで計算しても同じ結果となります。つまり、この1001単位行列ってやつですけど、この行列に関しては、右からかけても、左からかけても同じ結果が出ます。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。